はい、切り替わりました。自己紹介。え、ね、10時前って言った？切り替わ…自己紹介、自己紹介。10時前10時前あれと、そんなもんねえの。まだちょっとだいぶ早い。じゃあ順番変えよ。無理だ。順番変え。順番変えよ。誰から、誰から。ナオトから。好きな唐揚げくんの味はレッド、鈴木ナオトです。おー、うーわ、マジ。え、好きな唐揚げくんの味はプレーンでしょ。おい、おー、うん、グッサンです。いや、yeah. 俺もレッドだわあ、僕、ごめんなさい、僕もプレーンです。あ、ゆずも美味しい。あ、ゆず食べたら、ゆず好きです。タクマスです。イエー。最近期間限定か知らないですけど、唐揚げくんのレモン味がすごい美味しいです。まあ、そうです、よろしくお願いします。イエー。みんな別に唐揚げくんじゃなくてもよかったのに、ね、普通に、普通に唐揚げくん。唐揚げくんってすごい難しくないですか唐揚げくんって言われちゃうと。ホットスナックで攻めてきてくると思ったもん。あ、ね、あ、だったらアメドだわ。アメリカンドッグだな。アメドはパンじゃん。スンちゃんチーズが。アメドっていうの。アメドね。ちょっとシャレオツだな。アメド、アメド好きなんだよね。うん、マジでさ、ずっと唐揚げくん食ってない？ナナくん。いや、でもだからあのナゲットが大好きなんですよ、僕。ああ、わかるけどね。あのトゥルンとした唐揚げが好きで、あの、そう、そう。っていうか、さっきのビーズの曲難しすぎなんか、ぬるっと入りません？ど、あの、なんかサビ？一小節早い。そうそうそう、そうなんですよ。ですよね。四分の二じゃないけど、半分の小節があるんですけどね。おいが、おえーってなったもん。タコマさんとチラッと見て、おえーって。タイム、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 タイムはあそこで入るんですね。タイム、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 タイム。ラスサビの手前で入るんですね。あれ、あれ僕てっきりドラムの音の指示だと思って、だん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 って言ったんですよ。だん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 だと思って。違う違う。あ、俺もそうだと思ってギターこうやって。違う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 。タイム、タイム、あいつがあの、すげえコーラスで入ってくる。すげえ入ってんだよ。そうそう。なるほど。そっか。そうだよね、B 面だもんね。でもだからちゃんとこう網羅してる系のベストには入ってましたよ。そうそう、なんかやっぱりあの根強い人気曲ではあるんですよね。そういうことでしょうね。かっこいいもんな。さあさあさあ、なんかどうします。9時ですね。9時だね。ネミ、うん、そう、どうしようか。なんかなんかないですか、お話。昨日、その50代の人と2人でちょっとうろちょろしてて、駐車場とかって、猫が入んないようにピンピンってなってるんですよ、モスキートンみたいなのが。音が、はい。で、うわ、すっごいうるさいと思って、これちょっと耳痛くなりますわって言ったら、その50代の人全く聞こえてなくて。あ、そういうですよね、モス、若者よけとかで使われてるじゃないですか。でもマジかと思って、なんか聞こえるんだ。聞こえるのもそうですし、置いたら本当に聞こえなくなると思ってなくて、 ある程度はみんなちょっと聞こえてると思ってたんで、無音って言われてびっくりしました、本当。あれ何歳ぐらいからダメなんだろうね。どうでしょうね。個人差もあるでしょうね。まあそうですよね。聞こえる人は一生聞こえるんじゃないですか。そうなの。やっぱドラマーじゃないですか、耳怖いんですよ。生ドラマやってると、もう耳鳴りずっとフィーンってなってるんで、いつかぶっ壊れそうなんですよね、耳が。太鼓のすぐそばですもんね。そうなんですよ。で、イヤホンもこれ僕悪いんですけど、マックスで聞いてるんで僕音量をガンガン音漏れてたもんな、さっきもな。そう、もうシュインシュインなんですよね、耳が。でもまあ、モスキートン聞こえるから良かったっていう。なるほど、ね、まだで良かったっていう。え、駐車場ってどこもあるってことですか。だいたいありませんかね。うちのその実家の駐車場も猫よけで、そのピッ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 ってなるのつけてたんで、置いてるとこは置いてるんですよ。だから街中歩いててもあるとこはあるんで、うるさくなるんですよ、通ると。そんな一個も聞いたことない。キュピッ、キュピって始まるよね。あ、そうそうそう、キュピってなるよね。全然わかんないってマジで意識して聞いたことねえな。意識してどころじゃないよね、あんな。もううるさくたまらん。それこそグッサン東京にいたでしょ。大手町の駅なんてやばいね。歩いてるとうってなるよ、結構なとこになってる。あれ
マジで言ってる？マジっすよ。駅そば？駅そばじゃない、駅の中でもなってるよあれ。若者がたまらないようにとかっていうので使われたりするんですよ。そうそうそう、ほんと公園とかたまになんかトイレ付近になりっぱなしとかありますよ。困っちゃう、ほんとあれ。そんななんだ、若者余計面白いね。お兄ちゃん言ってるやつは四五月天なんだろうと思います。サーってあれかな、サーフィスのサーか、じゃない？吸い込んでくれ僕の寂しさ。それが四五月天のオープニングだったのかな。ああそういうこと。歌えないこと悩み続ける、まあ歌えないけどね。僕の悪い癖、サーフィスも懐かしいですね。デンデレデレデレできるってですね。わかんない。さあ今日決まった。僕じゃあやりたいのやっていいですか。もちろん。青いしおりを、あの日見た花のあのアニメ、あの花のオープニング、ガリオガリエか、ガリオガリで青いしおりっていう、しおり、はい、曲があって、はいはい、これもじゃない方だね。ガリオガリレーすごいいいバンドだったんですけど解散しちゃって、今ボーカルはソロプロジェクトやってますけど、これもすごいいい曲なんでやりましょう。夏っぽいけどね。サイダーって言ってるし、これもサイダーは夏の季語じゃない。本当じゃない、わからん、俺そういうの得意じゃねえんだ。またウルトラマンの話してます。おい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 、ホーロックいろいろあるんですけど、あのアジアンカンフージェネレーションと、はいはい、このガリレオガリレだけドラムがもうズバ抜けてうまいんですよ。かないませんね、ほんと。ガリレオガリレうまいんだ。いや、半端ない。多分そうなんだ。叩いてって原曲通りって言ったらちょっと不可能かもってレベルで難しいんで、怖え、これ知ってる人もいるんじゃないかな、この曲。スズメちゃん、懐かしいって。ですよね、そうなりますよね。2行目からいきましょう。2行目、はい。じゃあ、ナオトカウントください。じゃあ、僕からいきます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。何ページも費やして削られた僕らの気分、どうしてか一行の空白を埋められない。押し花のしおり挟んで君と転がす使い捨ての自転車、忘れかけのレンガを積み上げては崩した、イコールへと引き捨てられてく。怖いぐらいに青い空を遊び疲れた僕らはきっと思い出すこともない。そうやって今は僕の方へ押し付ける日差しの束、まだ二人はすぐそこにいるのに、どうかまた会えますようになんて、どうかしてるみたい。一ページめくる唇で結んだミサンガ、ねえ今日も変わらない今日で、雨降れば電話もできるよ。そうやって今は君の方へ
しつける僕の優しさを」「どうかしてるみたい」「どれか一つを選べば」知らないふりを決めて眠った忘れかけのレンガを積み上げた場所に行こう海を見渡す坂を駆け上って怖いくらいに青い空と右手に咲いた左手はずっと君を探しているそうやって塞いだ両の手で抱きしめてる春の風まだ時間は僕らのものでいつか忘れてしまう本当は掛け合いのところがあって、あった女性ボーカルと歌うってやつなんですけど、かっこ書きしてあったね。へー、これ綺麗な曲ですよ。はぁ、ミサンガがどうのこうのって書いてあった。そう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 これもう僕からするともうこれ中学生の時にこのアニメやってたんで、うん、すごいこう思い入れ深いってことじゃないけど、夏といえばみたいなとこあるよね。なんか夏アニメってあれですよね、夏休み。そうそうそう、思い出に残っちゃいますね。夏アニメ、夏アニメってピンとこないですよね。夏アニメってなんだろうね。そう、夏のアニメってタマさんなんかあります？だって夏休みになると要はあのほら子供向けにいっぱい、タッチとか、タッチとかもやってただろうし、そうそう、集中放送してたんでいろんなの夏に見てた気がしますけどね。それで言うともう僕ハイジなんですよね、夏休みそう、ハイジやってたんですよ。朝方ガーって5話ぐらいまとめてってやつやってたんで、自分は夏ってそうやったらグッさんハイジやったらいいんじゃないですか。今ですらちょっと気ずれてやだ
夏アニメ他は、なんかもう最近ずっと夏ばっかりじゃないですか、うん、冬にしてみたらどうですか。冬の曲、冬、逆に冬の方に。そうね、いかがでしょう。冬、グッさん冬の思い出とかあります？冬の思い出そう、あのさ、ご意見番だからね、うん、そう、なんか奈々くんスキーうまいみたいな話してなかったっけ昨日。そう、昨日さ、うん、ここでちょっとそのスケートとかの話してて、スキーもいいねみたいになった時に、直人スキー経験者だよっていう話をちょっとして、うん、スキーもスケートもしっかりできますよ、僕。すごいね。ウィンタースポーツだけすごい好きなんですよ。へぇ、俺マジで無理でさ。はい、好きですか。スノボはいいんだけど、はい、スキー合宿っていうのが、ああ、いいですね。中学校の時にあってさ、はい、ハの字で止まれなかったんだよね。ああ、もうあれな、違う、あれな、な、何がいけないの俺の。多分その内股で、そう、内側の足側の内側があるじゃないですか。ある。あそこでエッジかけてガーって止まるもんなんで、うん、多分ハの字にしてても滑っちゃうの。滑っちゃう。そうそうそう、滑っちゃう滑っちゃう。だからそのエッジのかけ方が下手くそなのか、重心の移動がそもそもって感じかも。言うて僕もでもあのちょっと滑れるぐらいだからそんなあれなんですよね。そう、スキーね。スノボはさ、いいじゃん別に、はい、こけりゃ止まれるじゃん。ああ、スキーもこけりゃ止まれますって。でもあれ立て直し大変じゃん。え、でも僕だってあれですよ、うんこ座りしながらザーッて滑れますよ座りながらこうやってさーって言い方ねうんこ座りで。え、だってそれ以外に表現の仕方がないでしょ、うん、中腰とか体育座りとか。それじゃ地面についてるじゃないですか、うん、お尻が。高松さんはスキーどうですか。僕ね、あの雪山に出かけるっていう習慣がないんで。あー、へえー、あー、全然ですね。じゃあいつかベースでスキー合宿ですね。あ、いいじゃないですか。スキーはやだな俺。高松さん引き連れて。寒いじゃんだって。いや寒いのがいいんですよ。でもスキー場って一面雪じゃないですか。晴れてると太陽光が反射してめっちゃ暑いんですよ。あ、なるほど、ね、で僕半袖で滑ってましたよスキーの時。日焼けするもんね。あ、もう顔真っ赤になりますね。だリフトのおっちゃんにもうスキーは忘れたんだろうお前って言われていや、あそこに脱いでます冬の、ね、寒いの大好きなんですよね。グサなんか冬の曲聴かせてよ。冬の曲、冬の曲ね。もう BS のあれしか出てこないわ俺。ゆっくりね、あー、いつめりね。それ前やったからいいわ。ああ、そう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 。冬の曲で検索検索。おお、冬はでもやっぱいいですよ。やっぱ四季の中では一番好きですね。あ、冬か。夏はもうしんどい。はあ、早くもこれから何をするにしてもしんどい。これから夏ですよ、うん、そう、困る虫も出てくるし、もう嫌なことばっかり、ね、日焼けするしすげえ異様だな。確かに冬は着込めばいいみたいなとこあるかもねそうそうそう、夏はもうだって、うん、脱ぎ切ってもだってさ暑い。暑いもんね、うん、あー、サザンね。あー、はい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 。あー、サザンか隙間のどっちかだわ。隙間は何なの。雪の町、冬の口笛っていう。ああ、そっちか。やつがあるんだけどね。冬の曲か、あんまねえわ。すげえしっとりしない。しっとりしちゃうかも。ちょっと言ったはいいけど広瀬香美ぐらいだわ、しっとりしねえの。そうだね。恋人はサンタクロース違う、あの、ゲッダンじゃん。あー、エターナルラブって。なんか冬はね、確かにしっとりしちゃうかもね。ハーフテンポとか多いからね。どうしてもそうなっちゃうよねいや別にさ、冬縛りじゃなくてもいいよ。そうね。ワンピースのあれをもう一回やっちゃえば、その、高橋さんがさっき言った。あ、ウィーアーやんなかったもんね。一旦挟む一旦一旦ウィーアー挟みますか。そうします。ありったけの夢をかき集めて。そうだね、テンション上げてこ。そうですね、はい。もうこの表面には出さないように頑張ってるんですけど、うちに
iPhone が届いてるからもうワクワクで止まらないよ俺なんだっけ、11… 11 Pro Max。 ああ、プロマックス。でっけ、もう明日見せびらかしに来ますわ、うん、これこれって。そう、ほんとさ、だってでかすぎない？ポッケ入んなくない？箱届いて、うん、実寸大の写真があって箱持ったんですけど、ちょっと後悔するぐらいでかかったですスマホケースとリング昨日買ってってやって、うん、もうワクワク。ちゃんとリングも買ったんだ。準備万端だね。難しいこれ。下がってるかな。何言ったけど夢を。俺が合ってると思う、このギター。多分ね、カポイチの D だから。俺も多分なんかちょっと下がってる感じだ。E フラ？最初のコードが。え、初めの。初めの始めるのところが。あ、ごめんなさい、僕が違った。全然大丈夫、大丈夫ですよ。しかも BG 切れてなかった。最後の1行ができますか？ちゃんとやる？いや、もうお任せします。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー。ありたけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。
ちゃっても肩をされて一歩リードさ、今度会えたなら話すつもりさ、それからのこととこれからのこと、つまりいつもピンチは誰かにアピールできるいいチャンス、知識過剰に染み垂れた夜をぶっ飛ばせ、宝箱に興味はないけどポケットにロマン、それと You wanna be my friend、 We are We are on the cruise、 We are、 ちょっとありたけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ、ポケットのコイン、それと You wanna be my friend、 We are We are on the cruise、 We are We areなんかいろいろ違ったな、すいません、なんか最後も最後ごめんなさい、3回だったし全部ちげえわ、多分なんか、え、でも難しい、早い、最後の We are 絶対違ったもんねえ、合ってるんじゃない、 We are 3回だったみたい、3回ですよね、で多分なんか最後 We are でちゃんとなんかスパッといきますよ、そうそう、 We are そうそう、全然違ったな、ごめんなさいやっぱりアニソンって難しい、難しいね、テンポが早いね、そうっすね、よいしょ、皆さんワンピースは読んでたんですか、俺クロコダイルまでしか読んでない最初バロックワークスとかその辺最初あの鼻くそ爆弾のいましたね、いたでしょミスター2、え、そうかな、あ、なんかその辺ですね、あの傘持ってるめっちゃギャルの子可愛くなかった、なんだっけ、バレンタインだっけ、バレンタインかな、その 鼻つをキャノンと一緒にいる感じだった人、覚えてねー、ワンピース友達に借りてガーって読んだ以来なんですよね、ちょ長い、長いよね、もう終わってからちょっとずつ読みたいですね、もうすぐ終わるけどね、きっと、あ、そうなんですか、あ、なんか2年以内にはって言ってますよね、多分 100巻ぐらいにはもう100巻で終わらせるみたいな話昔してて伸びるかもみたいな、そうなんですよね100巻超えてる漫画もすごいですけどね、ビビアン、いや、あのバレンタインはミスバレンタイン、いや、でもあの違うんですよ、ビビじゃなくて、ビビも可愛いけど、ビビはミス、え、オールサンデー、オールサンデーはロビンか、ニコロビン、オールサンデーでしたっけ、あ、そっかそっか、オールサンデーだ、あんま覚えてねえな、そう、その辺だいぶ初期だよね、そうっすね、もう100巻まで行くとやっぱ長いっすよね、僕でもまあうち全部ありますけどね、オフィス、すげえ、全部ありますよ、最新巻も買ってって感じですか、当然すげえ、すごい、そう、高松さん好きでしたね、ワンピースめちゃめちゃ好きですよ、誰が一番好きなんですか、誰が一番って言われると困るけど、麦わらだとやめろ、そう、いや全体じゃないですか、だってやっぱり誰っていうよりも、そうなんですね、うん、